開始する前に主催者を代表いたしまして一言ご挨拶をさせていただきます。ベラーエラ取締役西間健一郎でございます。よろしくお願いいたします。どうもおはようございます。本日はお忙しい中ダーレスタイルパレードにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本年は2頭の新しい芝を導入しまして、8頭のラインナップとなっております。まず、ハードスパンアメリカから導入したんですけれども、このまま2歳戦から、スピードと持続力を武器に、短距離界クラシック路線へと、素晴らしいパフォーマンスを示しました。またランジングの晩年の傑作でありまして、アメリカでの競泳当初から高い人気を博しまして、初年度から G1 ウィナーを含め多数の、活躍を繰り出しております。また次に、ヨーロッパから導入しましたモントレストですけれども、この場は2012年のドバイワールドカップをレースレコードとなります、パフォーマンスを示し、カバーを圧倒したレースで制覇いたしました。またこの、祖父ドバイミレニアム、父ドバイウィント次ます父は日本においても、必ず成功するものと信じております。昨年におきましては過去最多となります900頭を超す繁殖牝馬を、配合することができました。これも一例に関係者皆様方の多大なるご支援とご協力の賜物とお礼を申し上げます。今年も引き続き、皆様方に、価値ある種馬をリーズナブルな価格で提供することを信条としまして、種馬事業を展開してまいりたいと思います。これから8頭のスタリオンを展示いたしますけれども、皆様方の配合の一頭に今年も加えていただけるよう最善を尽くしてまいりますので、今年もどうかよろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。主催者を代表いたしまして西間健一郎からご挨拶をさせていただきました。さあお待たせいたしました。いよいよ1頭ずつご紹介をしてまいります。種馬の大切は今年もこの方と一緒にやりたいと思います。ノミネーションマネージャーの田谷翔太郎でございます。おはようございます。おはようございます。今年度よろしくお願いします。今年は8頭ということで、新たに加わった種馬が2頭、素晴らしいラインナップが揃いました。はい、自慢のラインナップが揃いましたので、今日は天気もいいですので、皆さんぜひ最後のマレードを楽しんでいただきたいと思います。特にね、皆様ご注目、新しい種馬は、ね、最後の方に出てまいりますので、最後までごゆっくりと楽しみをいただきたいと思います。さあ、それではトップバッターご紹介をいたしましょう。最初は昨年日本における初年度参加がデビューを果たした馬からご紹介をいたします。トップバッターはパイドです。で、皆様方、左手もしくは正面のスクリーンにまずご注目をいただきたいと思います。ということで、ハイド入場してまいりました。さあ、達也さん、初年度サービスが昨年デビューしましたが、期待通りの達也ですね。はい、期待通りの達也を出展しております。実はハイドの初年度サービス、ここ4シーズンの中で一番数という意味では少なかったので、49頭しか参加しなかったんですけど、若干心配したんですけども、その心配をよそに、これまでに42頭がデビューしてまいりまして、20頭が立ち上がっております。立ち上がり率は実に 50% に迫る勢いですし、地方という感じで見てみますと、14頭中12頭、実に 90% に迫る立ち回り率を誇ってまいりました。
あの地方のいわゆるファーストシーズンサイヤーランキングのチャンピオンがバイオです。中央合わせてのファーストシーズンサイヤーランキング第2位ということで絶好のスタートを切りました。もちろん地方だけじゃなくて中央で新馬特別を勝った茂る加賀のような芝レディー3区も出ております。さあこのバイオ、まあ、大きな魅力の一つが血統背景、特にお父さんのフルフット、これが魅力ですね。はい、これはね、ゴールマンの説明させていただきましたけども、このフルフットアメリカで大人気を博した志望馬ですが、残念ながら一昨年亡くなってしまったんですけども、13世代で11頭のキリマンダを送り出しております。そしてそのフルフット産駒が志望馬となってからも大変成功を収めております。例を挙げますと、タピット、スカイメサー、ハージ、ストロール、コリンシアンなど、どの志望馬を取ってもアメリカの人気志望馬でございます。そのタピットの今年の慣れ付け料がなんと15万ドルということでね、まさにアメリカのトップスタリオンの一頭でございます。でそのタピットとご覧いただいているパイロを比べますと、もちろん競争成績にパイロの方が上、だ馬体のパイロの方が上、そして3区を走り始めたということで、もう率直ないですね。そうですね、これまでの大田さんと、まあ、このパイロ、あのタピットと劣っているのは、まあ、残された志望馬成績だけだというお話をさせていただいたんですけども、まあ、この2歳世代、初年の3区の活躍を見てみますと、このパイロの大きな可能性というのが期待できると思います。さて、そのパイロの大きな可能性といえば、まあ、今年2年目の3区がデビューを予定をしているんですが、これ2年目はまた個数も多いし、クオリティも高いというふうに聞いてます。はい、今年度の3区頭数は、初年度3区の49頭から74頭、実に 1.5 倍の頭数になります。その中に、ダーレー生産馬のパイロ3区にも、すごい期待があるんですよね。そうですね、今年のダーレー生産馬も昨年の倍となる18頭をデビュー予定しております。まあ、決闘的に申し上げましても、朝日チャレンジカップを制覇しましたアルキメデス、そしてドバイにおきますゴドルフィンマイルを勝ちましたアフリカンストーリー、そしてスノードン、ヘミングウェイなどの兄弟も控えておりますので、リーさん、今年の18頭には自信を持っているところで期待しております。まあ、もちろんすでに準備を終えて旅の状況を進めているんですが、育成上でも大評判という声が聞こえてきております。さて、ガキアさん、これだけ初年度3区が走りました。ちょっと心配なのは今年の種付け量なんですけど、いかほどになりますか？はい、あの初年度3区の活躍でさらなる大きな可能性を感じさせてくれるこのパイロ、まあ、今年も皆様からぜひ多くの投資を使っていただきたいという思いで、昨年同様の150万円に設定させていただいております。非常にお値打ち価格の150万円で今年もご提供させていただきます。パイロご紹介をいたしております。150万円ということは、あの並び称されるパピットの10分の1ということですね。そうですね、まあ、リーズナブル価格ですので、実はもう皆様からかなりの申し込みをいただいております。まあ、残りの申し込み頭数にはごくわずかとなっておりますので限りがあります。まあ、もしパイロご配当のお考えの方は、本年今年今日中にぜひ申し込みいただくようお願い申し上げます。はい、ということでパイロご紹介をいたしました。聞いておりますのは佐藤ゆずるでございました。佐藤さん、ありがとうございました。いや、勢いのある仕事はそのもの元気がありますね。パイロご紹介をしました。続きまして2頭目のご紹介です。ディープスカイです。こちらをまずは正面のスクリーンにご注目ください。高い競争能力を持っていたのがこのディープスカイという競争馬でした。そしてその特徴が切れ味、加速力、瞬発力でしたね。その瞬発力というのは距離を問わず発揮ができたというのがこのビッグスカイの素晴らしいところでして、 NHK マイルカップ日本ダービーいずれも強烈な瞬発力を発揮して優勝したディープスカイをご紹介いたしましょう。さあ、竹谷さん、ディープスカイが入ってきました。こちらもね、初年度3区が昨年デビューをいたしました。まあ、まずまず特にここに来て順調な動きを見せてくれませんか？はい、
先週末も2頭ほど3区立ち上がりまして、これまでに JRA で9頭が立ち上がっております。まだまだ当初の期待からすれば、まあ、皆様の期待に応えられているとは正直思いませんけれども、まあ、ビッグカイの現役の成績を見ましても、関西のこの時期、ちょうどこの時期に初勝利を挙げまして、そこから関西の頂点まで上り詰めたのでございます。まだまだこれから期待できると思います。そうですね、ディープスカイ自身の競争成績をね、ぜひもう一度ご覧いただきたいんです。初勝利が3歳の1月26日ですから、季節的にはこれからがディープスカイ3区も本領発揮の時だと思います。さあ、いろいろね、魅力的な点が多いディープスカイなんですが、一つはアグネスタピオンの合計というね、非常に価値が高い結果ですね。はい、サンデーサイエンスの最高傑作として期待されましたアグネスタピオン、まあ、残念ながら8世代しか残せなかったんですけども、 G1 は6頭を送り出しております。実は2008年にアグネスタピオンリーディングサイヤーに捉えているんですけども、内国産種牡馬としては雲旗以来51年ぶりとなる快挙でございました。まさに内国産馬の種牡馬の幕開け的な存在、これがアグネスタピオンでございました。そのアグネスタピオンの最有力統計は今ご覧をいただいております。ディープスカイということになります。そしてこのディープスカイ、小出しが非常にいいということで、実はマーケット市場での評価が高いんですよね。はい、もう皆様から小出しの良さでは定評がございます。ご覧のような総計で立ち姿の美しい体の産婦が多く出まして、競り等での売却率、そして平均価格と高いものを誇ってまいりました。本当にマーケットですね、セレクションセール、セレクトセールでも本当にいいお値段で皆さん、マルチの皆様方、生産者の皆様方、協力者の皆様方にお買い上げをいただいているのがディープスカイのことです。さあ、今年その2年目の産区がデビューするわけなんですが、これ2年目、3年目と実はさらにクオリティの高いドロップがスタンバイしてきました。はい、ディープスカイの2世代目産区も初年度産区同様80頭ほどがデビューを予定しております。さらにディープスカイの3世代目、4世代目はどちらの世代も100頭以上がデビューを予定しております。まあ、ということで、ね、本当にこれからまだまだ期待ができる種牡馬がディープスカイということが言えると思います。ダーレン生産馬にも当然のことながら期待馬がスタンバイしてきました。はい、今年度17頭ほどがデビューを予定しております。家系統的に言いましてもデボネやクレイジーターナルの兄弟ですとか、まあ、そのうちの1頭であるドリームスキームの12というのはすでに育成場でも大物との評判をいただいておりますので、ぜひ名前をご記憶に留めておいていただきたいと思います。まあ、この時期の育成場の評判というのはほぼ確実に当たりますんでね、これからのディープスカイ本当に期待をしていただきたいと思います。さて、このディープスカイ今年の種付け量はいかほどでございましょう。はい、まあ、初年度産区が今年になって4勝を挙げて、まあ、明るい兆しが見えてきたディープスカイ、皆様にはまだまだこのディープスカイに長い目で見守っていただきたいという思いを込めまして、まあ、昨年度よりも100万円お値打ちとなる150万円に設定させていただきます。まあ、さらにお得なダーレディールもご用意させていただきますので、ぜひ今年この機会にご配慮いただくようよろしくお願い申し上げます。まあ、これだけのね、能力が高かった種牡馬の試し切れば150というのは非常にお得だと思います。ディープスカイご紹介しました。聞いておりましたのは倉向ひろゆきでございました。倉向さん、ありがとうございました。フリー要素です。こちらも、ね、スクリーンの方ぜひご注目をいただきたいと思います。はい、こちらは全日本2歳優秀の模様でございます。フル要素、数々の称号を得ましたけども、まず2歳世代、全日本2歳優秀を制覇、3歳児、ジャパンダートダービーを制覇しております。4歳児になりましては、初の慶応賞制覇、そして6歳児に本格化を迎えて、2度目の慶応賞制覇では、あの風邪ひきりを撃破しております。そして赤だったのが日本テレビ杯、そちらトランセンド、そしてテスタマントなどを撃破。そして7歳児になりますと柏記念、ラベリータですとかエスポワルチチ、そうそうたる中央勢を破ってまいりました。そして2歳から8歳世代、全ての年におきまして
してチャンピオン賞を得ております。ということで無料の入場をいたしてまいりました。あしかし何回やってみてみますと、この馬の競争成績の結果も多分地方競馬の歴史上でも一番じゃないですか。はい、地方競馬所属馬として G1 6勝、天童大競馬に輝くことを実に4回、生涯獲得賞金歴代1位、数々の称号を得て商売にいたしました。2歳児から8歳児まで8年連続ごめんなさい7年連続で何らかの形の NAR グランプリ部門賞を獲得しているというですね、もうこんな馬は今後出てこないかもしれません。そして昨年の初競技をやったフリオーソ、もうたくさんの生産者の皆さん方に使っていただいたんですよね。はい、おかげさまで皆様からはこの大馬台に高い評価をいただきまして、昨年136頭に配当いただいております。今年度は100頭以上の子供が生まれる予定でございます。まあ、すでに生産者の方からは無料の当該が生まれたという報告をいただいておりまして、まあ、ご覧のような大馬台にした当該が取れている聞いております。もちろん去年の、ね、展示会でもものすごい馬いいなとおっしゃった生産者多かったんですが、2年度を迎えまして、ね、ますますこう堂々たる風格すら出てきたフリオーソなんですが、ということはこのお父さんの馬体の良さが着実に3区にも伝わっているということですね。そうですね、日高のトップスタリオンとして君臨してきましたブライアンズタイム、こちらがお父さんなんですけれども、このブライアンズタイムデビュー16世代でリーディング3位以内に入ること実に14回、で3区の平地重賞勝ち20年連続というのは史上初の快挙でございますし、また24世代を残しているんですけども、14頭の G1 馬、その G1 馬の中には3頭のダービー馬が含まれるという素晴らしい守護馬成績を残しました。残念ながら昨年4月に28歳で亡くなってしまったんですけども、その若き後継志望馬としてこのフリオーソには期待がされております。ブライアンスタイルというのは、ね、もちろん偉大な志望馬だったんですが、今では、ね、サイヤーオンサイヤーとしても、ね、ここから地位を築いておりまして、ブライアンスタイルの3区たちでね、カニのギムレット、マヤノトップガン、タイムパラドックスといった馬たちが志望馬としての成功を生かしております。そしてフリオーソ配合表血統表をご覧いただきたいんですけれども、その血統構成からすると、今日本の主流鉄脈、日本で走っている鉄脈と相性がいい、またどなたが配合できるというそういう魅力もあるんですね。はい、このブライアンズタイムのお話になるんですけども、ブライアンズタイムサンクとサンデーのニックスはすでに証明されております。このニックスからは芝ダートを問わず G1 バー4頭が出ております。さらにノーザンダンサー系とブライアンズタイムの配合におきましても、ダートの G1 を出しているように高い実力性が期待されておりますので、その辺の配合は十分期待できると思います。まあ、この血統を見ますとね、ヌレイエフが入っていたり、もちろんロベルトが入っておりますので、まあ、そういったね、馬たちを生かして芝向きの配合をできるのではないかと思っております。さあ、誰として本当に成功させなきゃいけないフリオーソ、今年の種付け量はいかがでしょう。はい、数々の賞を得て地方ファンの多いフリオーソ、まあ、我々としてはこのフリオーソを何とか成功させたいと思っております。昨年度は皆様から多大なるご支援をいただきましたので、本年度も引き続き配当を賜りたく、昨年同様50万円の設定にさせていただいております。よろしくお願いします。はい、今年も昨年に引き続きまして50万円というお許し価格でご提携をさせていただきますフリオーソをご紹介をいたしました。聞いておりますのは谷越正さんでございます。まあ、フリオーソ、これ品評を見ますとね、コインフィとかジェネラスなんかの近親でもあってね、これはもう芝でもいい子絶対出すと思っております。フリオーソご紹介をいたしました。キングスベストですこちらのまずはスクリーンの方をご注目いただきたいと思います。イギリスのクラシックホースキングズベスト、ご覧いただいているのは英国2000キーです。これ2着はジャイアンツコースウェイですよ。ジャイアンツコースウェイを打ち切りましたキングズベスト。もちろんクラシックを勝っただけではなく2歳児から活躍、そしてご覧いただいているのは代表3区の1頭ワークホース英国ダービー、
そして日本ダービーは平身フラッシュレースをご覧をいただいております。ということで人気城はキングズベストをご紹介をいたします。まあ昨年は本当にたくさんの繁殖品馬を皆様方から送っていただきました。ただ工数が多かっただけじゃなくて送っていただいた繁殖も水準が高かったんですよね。はい、昨年度は皆様から174頭にまで配慮をいただきました。おかげさまに皆様から素晴らしい繁殖を送っていただいておりまして、その内容を見てまいりますと、重賞馬中馬は20頭以上、重賞馬中馬ハイツバーでも20頭以上、ブラックタイプホース、ブラックタイプホース、ハイツバーでいきますと、実に100頭もの繁殖的馬に配慮をいただいております。まさに、ね、質量ともに素晴らしい繁殖を皆様方からお送りいただきました。キングズベスト、まあ、魅力がたくさんある牛馬ではありますが、一つがお父さんの系統トップラインですね。日本馬の父は日本の系統と相性抜群のキングマンボです。はい、皆さんはご存知キングマンボ、16世代で25頭もの G1 馬を送り出しております。その G1 馬の中から数々世界中で、まあ、種牡馬として後継種牡馬として活躍しておりますけども、その後継種牡馬の中で最も多くの G1 馬を輩出しているのがこのキングズベストでございます。まさにキングマンボの、ね、最有力後継はキングズベスト。そしてこの馬品系の方ももうビッカビッカでございます。今この馬の品系というのは世界で一番栄えていると言っても過言じゃないですよね。ハイキングズベストの4分の3兄弟に金馬ながらにして凱旋門賞を制覇したアーバンシーがおります。実はこのアーバンシー繁殖成績も大変素晴らしくて9頭を送り出しているんですけども、その9頭全てブラックタイプホース、そのうち4頭が G1 馬、その4頭の G1 馬の中にはヨーロッパのトップスタリオンとして君臨するガリレオ、そしてヨーロッパのチャンピオンホースシーザースターズが名を連ねております。クラシックホースです。そして血統のミカリカ、そしてステイシボマとしても確固たる実績を残しています。先ほどねスクリーンでも何度かご紹介しましたが、昨年2013年も新しい G1 ホースが誕生しました。はい、昨年これまでゴーダさんと紹介させていただいたんですけども、サージャーという馬がドバイのドバイデューティーフリーを制覇いたしまして8頭目の G1 馬となっております。ドバイデューティーフリーはトラックレコードの優勝でした。サージャー、まあ3区を見てましたね。キングズベスト、もうトップスプリンター、トップマイヤー、2400のチャンピオンからトップスレイヤーまで、まさに縦横無尽の活躍を見せています。そしてその活躍の場はすでに日本にも広がっております。はい、皆さんご存知日本ダービーを勝ちましたエイシンフラッシュ、それだけではなくてダイヤモンドステークス 3400m という芝の長距離を制覇しましたコスモメドなど日本でも活躍しております。16頭という数少ない産区の中から7頭が勝ち上がっているように日本でも高い成績を示しております。まあ、これだけ、ね、たくさんの活躍らを出しておりますと、こう配合的な、ね、相性の良さというのもだんだん分かってきてまして、これ今のヨーロッパでミックスと言われているのがサドラーズウェルス牝馬との相性、これ抜群なんですよね。はい、改めてキングズベスト3区 G1 馬8頭の配合を見てみますと、その中の3頭はサドラーズウェルス系との配合になっております。さらに先ほど紹介したコスモメド、こちらの母の父もサドラーズウェルス系ということで、まあ、このミックス系は世界中で有名となっております。まあ、サドラーズウェルスが入った牝馬をお持ちの生産者の方もたくさんおられると思います。もう迷わず配合を決めになったらいいんじゃないかと、あるいは、ね、サドラーズウェルス限らずノーザンタンさん系全体との相性も非常にいいんで、ぜひ、ね、ご検討いただきたい。それから対抗用に経路がないんでサンデーサイエンス牝馬とももちろん合うはずなんです。さあこの大人気種はちょっとそうなると心配になるのが今年の種付け用なんですかね。今年はいかほどご提供できましょうか。はい、キングズベスト本年17歳となりました。まあ、そして本場の日本での将来性を考えまして今年はたくさん10頭という配合頭数に制限させていただいております。種付け料250万円なんですけども、まあ、種付け料250万円にもかかわらず
今年も大変多くの申し込みをいただきまして、まあ、残念ながら今年も皆様のご要望にお答えできるという状況にはならないんですけども、まあ、あとは羽根付けの状況を見ながら若干ではございますが追加申し込みを受ける可能性もございますので、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。そしてアメリカに移籍し、まあ、アメリカの硬い芝でのチャーリー・ディーン・ハンディカップ、さらにはシエル・ハース・カップでも出ようかするというですね、あのアメリカの硬い芝にも対応ができたというのがボーリングホールでございます。ただこのまま2歳の重賞も勝っているという点をぜひお忘れなくということで入場してまいりました、ボーリングホールです。まあ、このまま、まあ、3区が活躍をしているんですが、まあ、実はあのそんなに3区の数が多くない中から大物が出てるんですよね。はい、これまでにヨーロッパ見残してきた世代を合わせまして7世代がストーミングホーム3区デビューしております。これまでに G1 馬2頭そして20頭以上のブラックタイプホースを出しておりますけども、改めてその志望馬成績振り返ってみますと、代表3区であるジャッカルベリー、イタリアのミラノ大賞を制覇しているんですけれども、このジャッカルベリーはストーミングホームの2世代目の3区に当たります。ただこの2世代目の3区、実は出走馬全部で25頭の中からこの G1 馬を送り出しております。そしてもう1頭の G1 馬ライオンテーマ、オーストラリアのビクトリアダービーアンダウッドステークスを制覇しておりますけれども、この3、こちらは3世代目から配置された馬なんですけども、この3世代目わずか35頭しかおりません。まあ、このように少ない産地から超大物を送り出すというのはこのストーミングホームの特徴となっております。まあ、日本におけましてはすでに3世代がデビューをしているんですが、あの日本における産地の傾向というのも海外と似たような同じような形になってきてますよね。はい、2世代、まあ、日本ではすでに3世代がデビューいたしました。まず初年度からは慶応杯2歳ステークスで2着に来て初のブラックタイプホースとなりましたサドンストーム、実はこのサドンストームの世代 JRA でわずか15頭しか出走しておりません。そして2世代目にはティーハーフ、そしてストーミングホームスターを含めて4頭のブラックタイプホースを配置しましたけれども、この2世代目もわずか37頭という出走コースでございました。少ない産地の中から活躍を出しておりますストーミングホーム、大きな魅力の一つが血統背景です。お父さんはヨーロッパの大志望がマキアベリアンですね。はい、マキアベリアンは現役時代ヨーロッパの2歳チャンピオンに輝いておりますけれども、14世代で13頭もの G1 馬を送り出しております。その13頭の中には2頭のドバイワールドカップ勝ち馬ストリートフライアルムタワゲルが含まれております。今、竹谷さんから名前出ましたドバイワールドカップの勝ち馬ストリートフライ、これはあのストリートフライが今度は今アメリカで大人気志向馬となっています。はい、こちらはダーレーのアメリカの方で経営されているスタリオンでございますけれども、実に8世代で15頭もの G1 馬を送り出しまして、本殿の垂れ付け料10万ドルを誇っております。まあ、ゼニアッタのお父さんとしても知られておりますけれども、こちらもアメリカのトップスタリオンとして君臨しております。まあ、マキアベリアの系統はヨーロッパの、ね、メディシカンという活躍をたくさん出すためのを出しております。まさにあのイスタートステッターの血を含め重要な継承者となっているストーミングホーム、元気がいいですね。さてね、マキアベリアというのはあの実は母の父としても大変優秀な成績を残してまして、まあ、海外ではシャマーダル、アンシェントワールド、ラッシングといった G1 を出しています。そして母の父マキアベリアというのは実は日本でも大変な実績を築いています。はい、昨年度ビクトリアマイルを勝ちましたビルシーナ、そしてドバイワールドカップを勝ちましたビクトワールツァ、そして安田記念を勝ちました浅草田園など G1 馬を含めて常に9頭の重賞勝ち馬を母の父として日本で輩出しております。
サンデーサイレンススケートで相性がいいということが証明をされているんですが、さあこのストーミングホーム、これからデビューする3区の中でラーレン先生は期待が入るそうですね。はい、本年度も17頭ほどがデビューを予定しております。このストーミングホーム期間の3歳世代、2歳世代というのはラーレンで最も力を入れた世代で、トップクラスの繁殖に配合を行っております。まあ、3歳世代、2歳世代、ぜひ皆様にはご注目いただきたいと思っております。育成上でも高い評価をいただいております。これからますます活躍が出ることを予想されます。ストーミングホームにもかかわらず今年サレスケールがかなりお値打ちになりました。はい、数少ない3区の中から超物を送り出し続けてますストーミングホーム、3歳世代、2歳世代はかなり期待ができると思いますので、この時期にお使いいただきたいという願いのもと、昨年よりも50万円、価格となる100万円に設定させていただいております。まあ、お得なラーレンディールをこちらもご用意させていただきますので、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。まあ、これだけ実績を残しているタネンマのタネスケ料が100万円というのは本当にお得だと思います。あの、ありがこれだけの馬ですんでね、もう配当表をどっかに置いときたいタイプの種目だと思いますんでね、ぜひ配当をご検討いただきたいと思います。ストーミングホームご紹介をいたしました。聞いておりますのは小岩博之でございました。皆さんどうもありがとうございました。アドマイアムーンです。こちらもまずはスクリーンご紹介をしたいと思います。この場の競争成績はね、皆様改めて私がここでノーマークを取られることもないんですが、特にね、まあ、もちろん2歳児からずっと活躍をしてたんですが、この4歳児ジャパンカップ宝塚記念、そしてドバイビューティーズを勝って、サラネットランキングスコア世界第4位というね、非常に高い競争能力を示したのがアドマイアムーンでございました。そしてアドマイアムーン、もうすでに志望馬として確固たる実績を残しています。特にガジアさん、今年の重賞戦線 G1 個戦に参加、楽しみな馬がスタンバイしてますね。はい、昨年度セントールステークス、そしてスプリンタールステークスではあのロードカナロアと死闘を演じましたパクサムーン、こちらは本年度スプリント界を間違いなく背負ってくれる存在になっております。さらに弊社生産馬であるありますアルミネレスは朝日チャレンジカップを4連勝で制覇しておりますように、まあ、短距離界、中距離界において楽しみな今年は2頭が出てきております。アルキメレスはおそらく来週ですかね、3月2日中山記念で始動ということなんでね、楽しみですね。そうですね、あの今年はぜひ大きいところを取ってくれると思っておりますので、皆さんはぜひご期待ください。そしてコアだけではありません、今年の3歳世代にもアドマイアムーン産駒クラシックを狙う大物が登場しようとしています。はい、昨年度のラジオ日経杯2歳ステークスにおきまして、わずか3戦のキャリアながら素晴らしいパフォーマンスで入着しました宮城キャスパー、そして新馬勝ちをいたしました大臣ファンダーなど、3歳世代からも期待馬が出てきております。まあ、これまでのアドバイアム3区を見てみますとね、本当に多彩と言いましょうかね、いろんなタイプの活躍馬を出してますね。はい、お父さんがエンドスイープなんですけども、このエンドスイープ、まあ、日本におきまして、3世代しか乗せなかったんですけども、4頭の G1 馬を送り出しております。まあ、改めてこの G1 馬を見てまいりますと、中長距離で活躍いたしましたスイープ投手、前に先生で活躍しましたラインクラスト、ダートの短距離で活躍しましたサウスピークラスト、このお父さんであるエンドスイープがこう三区が多彩な成績を残しましたので、やはりアドマイムとこの血をついているのではないかと思っております。お父さんエンドスイープの多彩さを受け継いでいるアドマイアムーン、まさにアドマイアムーン自身2歳より3歳、3歳より4歳とよくなっていった馬なんで、晩成型の大物っていうのをね、これから出てくる可能性があるのがアドマイアムーンだと思います。さあアドマイアムーン、実はこれからデビューする世代っていうのはもっとすごいらしいですね。はい、今年の1歳世代になるんですけども、ダーレでは50頭ほどを生産しております。
まあ、最もアナログに力を入れた世代、この一歳世代でございますので、まあ、両決断がずらりと揃っております。もちろん誰で生産者だったわけではなくて、この1歳世代というのはアドラインムーンが初年度の結果を出してから配合いただいた世代ですので、皆様からいただいた反省に場も素晴らしい両決断が揃っております。まあ、今でも相当走ってるんですが、ここからさらに、ね、走ることが出ることが期待できますアドラインムーン。そういう意味では本当にあの今年あたりね、ぜひ試していただきたい絶好のチャンスなんではないでしょうか。さあ、これだけ3分走っているアドマイヤムーンなんですが、羽根付け量がなんとさらにつけやすくなったそうですね。はい、先ほど紹介いたしました白山ムーンアルキメデスと、まあ、現役馬も今年の活躍が約束されておりますし、さらにこの1歳世代ではさらなる活躍が期待されるところでございますので、今年度はお使いいただく絶好のチャンスだと思っております。そのまあ絶好の機会に昨年度よりも100万円お値打ちとなる250万円に設定させていただいております。これはお得だと思いますね。アドマイヤムーンさんというのね、昨年のセレクションセールで購買が6300万ですか、そういう購買金額で購買される馬が出る種の名を付け量が250万円非常にお値打ち価格となっております。まあ、ぜひね今年配当をご検討いただきたいと思います。アドマイヤムーンご紹介をいたしました。聞いておりましたのは川北雅樹でございました。川北さんどうもありがとうございました。ここからいよいよ初競泳となります。新種馬2頭をご紹介をさせていただきます。最初の1頭はこちらモンテロッソです。映像をぜひご覧いただきたいと思います。皆さんよくご承知の通りドバイワールドカップ年間ゴールデンザー2000メートルのコスメゴールで出演しましたモンテロッソ。そしてご覧いただいているのがこれドバイミリニアムでございます。そうなんです。まあ、皆様このモンテロッソを語る上でなってはならない存在なのがこのドバイミレニアムでございます。このドバイミレニアム残念ながら昭和としては1世代56頭しか出せなかったんですけども、このドバイミレニアムの系統は今やヨーロッパで非常に人気のあるサイヤナインとなっております。後ほどご紹介させていただきます。検察の上がドバイミレニアムの血を伝承する手話モンテロッソ入ってまいりました。改めて競争成績を見てみますと、まあ、なんといっても圧巻だったのは2012年のドバイワールドカップでした。はい、日本からもエイジンフラッシュトランセンドスマートファルコンという馬が参戦しておりましたので、皆様ご注目いただいたらと思うんですけども、この2012年のドバイワールドカップをレースレコード2着に3馬身をつけて圧勝したのがこのモンテロッソでございます。まあ、日本からだけではなくてこの当時のメンバーを見てみますと、G1 10勝のソーインシンク、 G1 7勝のゲームオンフュード、そしてアメリカの銀馬チャンピオンロイヤルデルタという、まあ、想像たるメンバーを相手に圧勝したことからもこのレースレコードでの圧勝がご理解いただけると思います。この年のドバイワールドカップは本当にすごいメンバーだったんです。それを相手にぶち切ったモンテロッソ。まあ、もちろんドバイワールドカップはオールメジャーなんですが、彼モンテロッソ自身は芝の重賞ももちろん使ってるんですよね。はい、関西におきましてロイヤルアスコット開催におけますキングエドワード7世ステークス 2400m の芝のレース、こちらも圧勝しております。キングエドワード7世ステークスというのはロイヤルアスコットの参赛戦として非常に重要なレースでしてね、モンテロッソもこの時相手となったのはそのままドイツダービーを勝つパクワロ、そのままベルゴルカップを勝つグリーンウェル、そのセントリアを勝つアーティックコスモスなを破っているのがモンテロッソなんです。そして結構背景、先ほどもちょっとご紹介しました、おじいちゃんが伝説のメーラードバイエリアム、そしてお父さんが今ヨーロッパで大成功大爆発しておりますドバウイなんです。先ほど映像で紹介いたしましたけども、ドバイミレニアムがわずかに残した56頭のうちのそのうちの1頭ドバービー、
こちら現役ではアイリッシュ2002人、そしてジャックル・マロワ賞などを制覇したマイラーとして名を馳せた馬ですけれども、このドワーリー、今やヨーロッパで最も人気のある牛馬となっております。まあ、皆さん、ヨーロッパの牛馬といいますと、ガリレオを想像されるかと思うんですけれども、今やこのドワーリー、ガリレオに迫る勢いで牛馬成績を収めております。このドワーリー、ダーレンのヨーロッパの方に掲揚されているんですけれども、これまで5世代で実に12頭の G1 馬を送り出しております。今年度の種付け料10万ポンド日本円にして1600万円を誇っておる大人気種牡馬でございます。まあ、ヨーロッパといいますと、それが大家さんからお話ししましたガリレオというのがビッグネームなんですが、実は去年の夏のフランスのゴールデンヤリングセールで3区の平均価格ガリレオよりドワーリーの方が高かったというのもみんなびっくりしたということがあったんですが、それぐらいがヨーロッパで評価が高い。でヨーロッパで評価が高いだけじゃなくて、いろんな地域で活躍を出してますね。まあ、このドワーリーさんも世界中で活躍しておりまして、もう世界中の方から注目をいただいております。参考はね、オーストラリアでも G1 ホース出してますし、南アフリカでも G1 ホース出してますし、香港でも G1 ホース出している、まあ、こういったヨーロッパに比べれば芝が硬いエリアでも関係なく G1 ホースを出しているのがもうドバウイということになります。ドバウイの代表産区の1頭がモンテロッソということなんですが、このモンテロッソの配合を見てみますとね、これは日本の競馬に合いそうなエッセンスに溢れてますね。はい、このモンテロッソの5大血統表の中には経路が入っておりませんので、まずはこの三連系との相性というのはかなりの期待ができます。またミスターフルセクターノーダンダンサーは4代前に遡りますので、このノーダンダンサーミスターフルセクター系のクロスを深く生かした配合もできますので、まあ、日本の主流となっている牝馬に、どのような牝馬でも配合できる強みを持っております。そしてね、ガリアさん、このオンテオスとの配合表をもうちょっとよく見てみると、ダンシング・ブレイブ、あるいはね、ヨーロッパの名人、スライトリー・デンジャラス、といった名前も見えるんですよね。はい、お父さんのドバーリーの母父にデプロイっていう馬がいるんですけれども、このデプロイ、こちらは兄弟にモーニング、コマンダー・インチーフを持っている、世界的な名人犬になります。従いまして、皆様の中にウォーニング、コマンダー、インチーフが配合表の中に含まれる感触をお持ちの方は配合いただきますと、伝説の名品であるスライドリー・デンジャラスのクロスを作ることができますので、まあ、興味深い配合になると思います。ウォーニングの牝馬、コマンダー、インチーフの牝馬というのは皆さん、おそらくね、見たことたくさんいると思いますので、この配合、ぜひお試しをいただきたいと思います。さあ、この2人の新種馬は、モンテロッソ、ソレント、タネスケではいかがでしょう。はい、今やヨーロッパで最も人気があるこのドバーリー、そしてこのドバーリーが送り出す最高傑作、モンテロッソでございます。まあ、貴重なドバイミレニアムの継投でありますし、まあ、皆様には世界に先駆けてこのドバイミレニアムの系統をお使いいただきたいということで、まあ、大変リーズナブルな150万円に設定させていただきました。ぜひお使いいただきたいと思っております。先ほど谷田さんから紹介しましたドバウイの今年の種付け料は日本円で1600万円、本場ホンテロスは150万円、大変お買い得となっております。ぜひ配合をご検討いただきたいと思います。モンテロスとご紹介をいたしました。引いておりますのはハリー・シャーマンでございました。ハリー、Thank you very, very much. No, thank you, thank you. いよいよ本日の真打ち、大鳥の登場でございます。期待の新種馬はご紹介をいたしましょう。ハードスパンです。こちらまずはね、映像をご覧いただきたいと思います。ハードスパン自身が勝ったレース、そしてハードスパン3区で G1 を勝った馬たちのレースが出てまいります。キングスショップステークス勝ったのがハードスパン、その後は G1 ナハロの G1 です。そしてハードスパンオールレザートラックの重賞も出演しています。さあ、こちら3区のクレスティング、アドバンステークス G1 勝ち、そしてゾーイクレスティング、
ニューヨーク牝馬参加の一つ、上方とゴールの前から来ました。そして日本での活躍はすでに出ております、ハーロスさん入ってまいりました。いやー、梶谷さん来ちゃいましたね、この馬。いや、本当ですね。競馬当初から日本で導入したいと思ってまいりましたけども、まあ、監督がアメリカで成功してしまいましたので、まあ、日本には持ってこれないかなと思ってたんですけども、まあ、監督が日本で活躍してくれまして、導入することができました。断じる晩年の大傑作と言われるハーロスさんなんですが、まあ、まずは競争成績が超抜群です。はい、本馬は2歳児から活躍しております。2歳児は3戦3勝、まあ、どのレースもぶっちぎりの圧勝でスピードを見せつけました。そして3歳児に短距離を決める伝統の重要な一戦、キングズビショップステークスを制覇しております。ただし本馬、まあ、単なる短距離は今すみません。クラシック前線においても活躍いたしました。ケンタッキーダービーが2着、フリップネスステークスが3着、そしてベルモントステークスが4着と、そのスピードが維持できるという能力を見せつけました。圧倒的なスピードがあって、そして距離の融通性があって、そしてスピードを溜めることもできた制御性の良さを持っていて、なおかつ三冠を解禁した軽さ、さらには生涯で500以下がないという堅実性と、まあ、ありとあらゆる可能性を持っているハードスター、さらにはオールウェザーでですね、レンゼンドステックス、ケンタッキーカップクラシックとオールウェザーの重賞も勝っています。これはもう皆さんよくご存知の通り、アメリカのオールウェザー、むしろ芝との互換性が強いと言われておりまして、まあ、彼自身芝は走ってないんですが、走ったらおそらく強かったろうというふうに言われているのがアウスパンなんです。そしてアメリカでデビューしておりますサンクたちが、もう初年度サンクから活躍が続出なんですよね。はい、アメリカには6世代を残して日本にやってまいりました。これまでに3世代がデビューしております。先ほど映像で見ていただきましたけども、 CCA オークスアラバマステークスを勝ちましたクエスティング、こちらはアメリカの3歳ヒーパーチャンピオンに輝いておりますし、もう1頭マザルスステークスを勝ちましたゾーンインプレッシブなど2頭の重賞勝ち馬、そしてトータル9頭の重賞勝ち馬をこれまでに送り出しております。もちろんチャンピオン級を輩出するだけじゃなくて、これステークスクラスまで含めるとものすごい確率でコンスタントに活躍が出てるんですよね。はい、本番は2世代におきまして、2世代デビューした3区を見てみますと、ステークス勝ち馬率という数字でいきますと実に 10% という数字を誇っております。さらに初年度から輩出しいたしました27頭のブラックタイプホース、この初年度から27頭ものブラックタイプホースを出した馬というのはアメリカ、ましてやヨーロッパはどこを見渡しても皆無でございます。そんな数字叩き出した馬というのはいいんですよ。そして3頭の活躍はアメリカだけにはとどまっていません。ヨーロッパの芝生ではなる活躍も出ています。はい、ヨーロッパにおきましてはモービエスターという馬が芝の短距離戦線のトップクラスホースとして活躍しております。そして活躍の場はすでに日本にも広がっています。日本でもすでに活躍が出てますね。はい、こちらは皆様ご存知と思うんですけれども、弊社生産馬であるサマリーズが一昨年の全日本2歳優秀におきまして、まあ牝馬ながらにして圧勝しております。日本への高い適性も示しております。まあ本当に言うことがないハードスパンなんですが、さらに大きな魅力というのは結構背景にあります。お父さん、ダイナフェーバーダンセルというのですね。はい、1981年に遡りますけれども、24世代を残して実に11番50頭を輩出いたしました。このダンジル、ハードスパンはこのダンジルが送り出した最後から2世代目の23世代目に当たります。従いましてこのハードスパン、ダンジルが送り出した最後の最高傑作ということになります。まあ、ダンジル系というのはもうこれはもう皆さんよくご存知の通り、枝葉が世界中に広がってますよね。はい、まずアメリカから見てまいりますと、ダンジングの極致であるウォーフロントは今年の買い付け料パピットと同じ15万ドルを誇り、アメリカの最も高い買い付け料を誇っております。さらにオーストラリアを見渡しますと、こちらはデイヒルの系統が栄えております。リズチョイス、パスネットロック、エキシード&エクセルなど、リーディング上位を重ねる種牡馬、こちらが男子系になっております。
さらにヨーロッパに目を向けますと、ヨーロッパにおきましてもオーストラリア同様、デンヒル系からは、デンヒルダンサー、そしてダンシリーなどの志望がおりますし、さらにグリーンデザートからはインビンシブルスピリットとケイプクロス、そしてオアシスドリームという、こちらもヨーロッパのリーディング上位を占める志望馬、これがダンシリー系になっております。ダンシリーの枝はもちろん日本にも広まっております。直視ヤマインパラダイスアグネスワールド、さらにダンシリーが母の父としてグラスアンダービリーフシンボリンビースターリオーズミッションタワー、こういった馬たちの母の父がダンシリーでございます。さあ、このハードスパンなんですがね、配合表を見てみますと、今のね、日本の主流決戦非常に合いそうな構成をしているんですよね。はい、母の父としてもダンジル系は日本に相性がいいのは知られておりますけれども、さらにサンデーサイレンスとダンジルのミックスというのはすでに日本で証明されております。ビリーグをはじめとしてデアリングハート、ミレニアムバイオという3頭の重賞が今送り出しているように高いミックス性が知られております。あとはこの馬が送り出しました、これまでの活躍馬の結果を分析してみますと、ノーザンダンサーのイングリードを持っているという活躍馬も多いんですよね。はい、ここまであのハードスパンを送り出している代表さんと見てみますと、その半数以上がノーザンダンサーのクロスを持っております。したがいまして、ノーザンダンサー系との繁殖期には今高い適性があると思います。さらにはですよ、もう一つ相性がいいと言われているのはミスタープロスペクターとの融合なんですよね。はい、あのハードスパンの代表産区であるクエスティングの母の父がシーキングダゴールド、こちらはミスタープロスペクター系でございます。さらに弊社生産馬の G1 馬サマリーズも母の父が、こちらはミスタープロスペクター系になっております。さらに先週の土曜日、ハードスパン新しく重賞ウィナーが誕生しているんですけれども、その重賞ウィナーの母の父もミスタープロスペクター系でございます。非常に高い規制が証明されておりきております。2月の22日ですが、先週土曜日ですね、カーデンダムステークスという芝一枚の重賞リロードというハードスパンさんが勝ったんですが、リロードの母の父がミスタープロスペクターでございました。さあ、このあらゆる成功する条件を兼ね備えているハードスパン、まあ、アメリカでもちろん大人気で、アメリカでは6万ドルで供養されてたんですが、さあ今年日本ではいかほどになりましょうか。まあ、昨年度はアメリカで6万ドルながら141頭という多くの繁殖を集めている大人気のハードスパンなんですけれども、このようにして、まあ、日本に導入することができましたので、ぜひ皆様にこの機会に使っていただきたいという思いから、大変リーズナブルな400万円に設定させていただいております。あの梶谷さんと去年ここでね、ストリートセンスをご紹介した時に、アメリカで大人気なんで早くつけないと帰っちゃうかもしれないよって言ったら、ストリートセンス本当に1年で帰っちゃいました。ということはこれハードスパンの、まあ、梶谷さんはなこう言ってたいと思っても、はい、ちょっと心配ありますよね。そうですね、ハードスパン残してきたタンクというのは、ハードスパンが結果を残してきてから配合をいただいた、素晴らしい繁殖に配合をいただいた世代が今年来年とデビューしてまいります。まあ、アメリカの方では間違いなく良血馬揃いですので、まあ、そのような可能性というのも否定はできないかなと思っております。ぜひこの機会にまだ最後にございますので、お申し込みいただきたいと思います。ぜひ今日中のお申し込みをね、していただきたいと思います。ということで、ハードスパンご紹介をいたしました。見ておりますのはクラヌキ、クラヌキでございました。クラヌキさん、ありがとうございました。ということで、スタジオパレード8勝のプロモーからラインナップを紹介してまいりました。この後、皆様方の旧車エリアの方で個別に志望をご覧をいただくことができることになっております。ぜひね、旧車の方でゆっくりと馬をご覧いただきたいと思います。そして旧車の方にはこちら、ノミネーションスタッフが皆様方をお待ち申し上げております。ご質問、ご要望、苦情等々がありましたら、こちらのスタッフにぜひお気軽にお申し出いただきたいと思います。ということで、開催をいたしてまいりましたスターレスタイオンパレード2014、これにて沖縄とさせていただきます。この後テレビの方で温かいお食事のご用意がございますので、今しばらくお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。スターレスタイオンパレード2014とさせていただきます。失礼いたしました。ありがとうございます。